手なんかもねしていただきたいと思います。雨の方もね若干もうやってまいりました。ぜひ、後ろの方にいらっしゃる方、2階席、3階席、4階席、5階席の皆さん、はい、ぜひ下の方まで、降りていただきたいと思います。はい、ね、やっぱ一人で喋ってるとねツッコミがいるので寂しいのが非常にあるんですけど、まあそんなことはねほっといて、さあそれでは参りたいと思います。ぜひ皆さんステージの方を注目していただきたいと思います。さあもう1時になりましたので早速親父バンド後半戦スタートでございます。さあ続いてのステージはですね、コーラスで奏でるメロディー、中津市在住のですねアコースティックバンドでございます。さあそれではご紹介いたしますので皆さん大きな拍手お願いいたします。黒の皆さんです、どうぞ。どうもありがとうございます。皆様こんにちは、中津からやってまいりました黒でございます。大分バスワタウン、今日はね親父フェスタということで、そうですね、やってまいりまして、僕らも立派な親父ですので、はい、頑張りたいと思います。では皆様、中津といえば最近はこの話題で待ちきれでございまして、そうですね、これは昨年の、唐揚げフェスタというのが、ね、中津でありまして、 その時の、ラジオの CM の、ね、頭でずっと流れておりました、はい、うちのバンドのオリジナル曲で中津といえばこの曲唐揚げを1曲目聴いてください。
ね、大分まで来て唐揚げ歌うかって。いやーちょっと曲決め間違ったからね。中津はですね、40何店舗ですかね。そうですね、40店舗くらいありますね。あの唐揚げ専門店がございまして、うん、それぞれ、ね、最近本も出てますよね。そうそう、唐揚げそうそうそう、なんかね、手羽先のね、はいはい、まあ、ぜひ長洲にお寄りの際は唐揚げを食べて皆さんメタボでねやっていただきたいと思いますけれども、それでは次の曲ですが、この曲はあの、うん、今日は時はといえばこの曲。そうです。もう10年ほど前ですね。10年ほど前にあの時はの65周年のテレビ CM の CM ソングで、使っていただきました私 の, あのオリジナル曲、大きな木の下で曲がありました。まあ、時はといえばこの曲を歌わずには帰れないということで、歌わせていただきたいと思います。それでは、オリジナル曲で大きな木の下。見えない何かに包まれ生きてるのに、そんなことも気づかずに刃を振り回してる。ねえ君は覚えてる、下で両手
の木の下どもも笑ってすれ違った君に恋をした。桜桜桜風に乗ってひらり桜桜桜空に舞ってひらり昼下がりの空を君のもの少しずつですけども、ね、あの朝は結構降ってたんですけどね、うん、ね小雨になって、逆に涼しくていいかなと思いますが、まあ、あの今日はいつもは5人でやってるんですが、はいはい、今日は2人お仕事の関係で、はい、欠席ということで3人編成で、でもこれが本来私たちのオリジナルです、オリジナルのメンバーですね、はい、あとキーボードとベースが入るんですが、まあ、今日は本当にオリジナルメンバーで原点に関して原点ですね、原点ですね、減点ですね、あの減る方じゃなくて減点ですね、減る方じゃなくて元ですね、それではあの次の曲、はい、これはあの、まあ、今日はオリジナルばっかり5曲を用意したんですが、
この曲は中洲のファビオラ看護学校という看護学校の校歌を、作詞作曲をさせていただきまして、でファビオラっていうのはローマ の、一族なんですが、看護の礎を築いた一族の名前だということを聞きまして、ファビオラ看護学校の歌としてファビオラの風というのを作らせていただきました。今日はこの歌を出していただきたいと思います。ファビオラの風の中、ファビオラの風の中、明日への扉を開けて、ファビオラの
りましたが、今私は私は黒と申しますが、中津のノース FM という FM 局で音楽番組を毎週金曜日、夜8時から9時まで1時間の番組をやらせていただいております。縁も怒りもミュージックという、番組名なんですが、今サイマルラジオといいまして、インターネットからもこのラジオは聞けますので、ぜひですね、金曜日の夜ノース FM のホームページにアクセスしていただきますと、クリックしましたら、ラジオが聞けますので、ぜひ一度、遊びに来ていただきたいと思っております。もうメンバー紹介はこの後ということで。そうですねでは千葉さん、この今東日本大震災大変なことになってますが、いろんなチャリティーライブいろいろやらせていただいて、先週もでしたっけ。そうです ね先週もライブチャリティーをさせてもらって、はい、その前もね、そうですね、させてもらいまして、もうこれからですね、僕らが今ここから一人一人が始めることで、この日本を、東日本をですね、助けていけるし、自分らも頑張っていけるということで、一人一人頑張っていこうと。親父も頑張りましょう、親父も。親父も。親父も頑張りますよ。そういうことで。腰痛いけど、頑張ります。本当、ぎっくり腰やっちゃったりします。あ、そうか。こんな話出してるの、ぎっくり。まあ、とにかくですね、頑張ろう、頑張ろう。ここから始めよう。始めることで、何かが始まる。よろしかったら手拍子なんといただきながら最後盛り上げて終わりたいと思います。次は首藤健次郎さんのバンドということで、三味線も入って楽しいまたライブがあると思いますので、しばらくそのままお待ちいただきたいと思います。
とうございました。アコースティックバンドクロの皆さんに今一度大きな拍手をお送りください。さあ素晴らしいね、透き通るような歌声でございました。コーラスもね、すごくねこう耳から入るというより体中からねこう響くようなね、スンと入ってくるようなね、素晴らしい歌声でございました。今日はあれですか、あのクロの親衛隊ということで手作り、うわすごいですね。もうスマップのなんか僕はなんか本当もう親衛隊だなと思いましたけども、手作りですかそれ。今日は中津から、あ、大分市内かな。え、どこですか。中津から。中津、いろいろと大分県内。嬉しいですよね。それよう見たら、今人気 の韓国のグループカラーとか書いてませんか。あ、書いてませんね。プロですね。ありがとうございます。で、この後も、最後のバンドも、親父バンド出てきますんで、ね、まあ、後